寂しいですね、なんて。私はほんのちょっぴり。かっこよかったですよ。テニスも上手だし、人気もあるし。でも全然そんなこと鼻にかけてなくて。何を言い出すかと思ったら変なやつだな。元気はそうだな、ここまで結構遠乗りしてきたからな。お前何が言いたいんだよ。目つきが変だとか元気がないとか、なん癖つけないでくれよ。ごめん、心配してくれてるのに怒鳴っちまって。
自然にはしゃいでるみんながなんか自分と住んでる世界が全然違うみたいに思えてさ。お前たちは文字通りの学生だけど、私だけ社会人で、学生気分ってやつにもなかなかなれないし、やっぱり違和感あるよ。今時大学も行けないなんてとか言ってくるし、あいつは昔からそういうやつだったけど、だけど学校行かなきゃ落語者みたいな言い方でさ、分かってる。だけど俺はそんなことない、自分で選んだ仕事だから。でもきっと仕事の内容を知ったら似合わないって笑うぜ。聞いて笑うなよ。化粧品の販売で、デオールの似合わないだろ。お世辞ならやめてくれよな。いや、なんていうか、少し考え事をしていただけだよ。まあ、いろいろとね。時に、君はまだ小早川さんのことを思ってるんだろ。それだけ慌てるところを見ると図星だったようだな。それなら一言忠告しておこう。今の君があの頃の憧れを引きずったままだというなら、小早川さんに近づかないでほしい。表現が難しかったのかな。ではもう一度簡単に言おう。子供じみた安易な思い込みで彼女に近づくなと忠告しているんだ。とにかく一度は忠告したからな。あ。
さっきは怒ってごめんな。なんか今日は本当に疲れちゃって、いろいろあったからさ。これもみんな龍介のおかげだ。そうだね、半分くらいかな。あのさ、私が言うのも変だけど、こだわっているのにはそれなりの訳があるからだと思うんだ。あの二人は他の誰よりもあの大会に勝ててたんだよ。ほら、特訓って言っては陽介が遠藤を居残りさせてただろ。私、学校に内緒でバイトしてたんだけどさ、その帰り、夜の9時くらいかな、練習してる2人をよく見かけたよ。本当だよ。陽介は丹念に教えてたし、遠藤も一生懸命教わってた。昔から今だってそうだけど、あの二人は仲が悪いってわけじゃないと思うな。お互いああいう態度をとってた方が居心地がいいんだろ。私のことを思ってくれてるんなら本当にありがたいんだけど、あの連中をめめしいだなんて言うのはやめてくれよ。ごめん、せっかく気を使ってくれたのにこんな話になっちまって。じゃあさ、もう眠ろうか。おやすみ。なんかいろいろあったけど、とりあえず初日は終わったな。どいつもこいつも中学の頃からあんまり成長してなかったけどな。特に龍介、あいつは全部が二回りでかくなっただけで、内容は全然変わってないよな。それは俺たちだって同じだろう。まあ、遠藤の野郎の憎たらしさは 30% くらい増量されてたけどよ。ああ、何が小早川せんだよ。たく、あんな奴は瑞穂の半径20メートル以内に近づくんじゃねえ。じゃあよ、口直しにお前のための女の子分析に入ろうか。じゃあ出席番号の若い順に行ってみようかな。出席番号順だと緑が最初か。
お前にはああいうやかましいのもいいかもしれないな。別にいいんだよ、あんなやつ。あのな、俺があいつと付き合ってたのはたった3ヶ月だぜ。思い出も何もあるわけないだろう。お次は静かだな。あいつ昔からお前と打ち解けてたとこあったし、いいんじゃないか。悪い男と付き合ってたとか、いろんな噂が絶えないやつだけど、恋愛初心者のお前にはいいかもしれないぜ。いろいろ指導してくれそうだしな。悪い悪い。じゃあ次は小早川瑞穂か。瑞穂はお前じゃ役不足だから飛ばすぞ。じゃあ次は何？お前瑞穂にアタックするつもりなの？そんな調子じゃマジでダメだぜ。いいか、明日の夜までには結論出せよな。何言ってんだよ、あゆとはガンガン喋ってるじゃないか。あ、お前もしかしてあゆと密かに付き合ってるとか。あゆだっていい線いってると思うんだけどな。まあいっか、明日は誠も来るし、かなこちゃんもいい味出してるし、明日のお前が誰を選ぶのかものすごく楽しみだ。じゃあ俺はもう寝るぜ。明日はつまんない野暮用で少し早起きしなきゃなんねんだ。さあな、俺にもよくわからないな。だろうな、俺らももう子供じゃねえんだ。いろいろあって当然だろ。気になるのか？俺もよ、色恋沙汰じゃあんまり人のこと言えた義理じゃないけど、これだけは忠告しといてやるよ。相手の過去も含めて好きになっている度量がないと、これから先はやっていけないぜ。もう今日はこれぐらいにしとこうぜ。俺明日マジで早いんだ。じゃあおやすみ。起きろ。おい、起きろ。ああ、やっと起きた。私たちは同窓会をしに星降る里高原に来てペンションに泊まってるんだよ。まったく相変わらず寝起きが悪いんだから。とっくの昔に起きてどっか遊びに行ったみたい。こんな時間まで寝てるのはあんただけだよ。もうみんな朝食済ませちゃったんだから。
ずかしいやつだね。いい加減にしなさいよ。ご飯が片付かないと桃子さんが迷惑するでしょ。起きなさいよ。あ、ごめん。すごく素早い食事だったね。寝坊してたくせに。ところでさ、あんたはこれからどうすんの？どこに行こうかな。事実だもん。そういえば今日は誠が来るんだね。楽しみ。だって私の知り合いの中で唯一の有名人だからね、誠は。この間本で見たんだけどさ、もう超かっこよくなってて、どうしよう、緊張して話ができなかったら。そんなんじゃないよ、綺麗なのは何でも好きなの。早く会えないかな。部屋が狭くなるな。男同士であの部屋はちょっと不気味な光景だな。だけどさ、加納誠ってモデルしてるんだろ。仕事柄モデルって好きになれないし、中学時代だってあんまり話した記憶もないし、苦手だな。化粧品販売っていう仕事柄モデルとはよく合うんだけど、どいつもこいつもろくなやつじゃなくてさ。まあ加納がそんなやつじゃないってことを願ってるけどね。Yeah.
明日からのテニス、君も参加するのかい？僕は楽しみだね。滝口のやつをケチョンケチョンに任してやる。遅いぞ。今頃起きたのか。食欲？そうなんだよな。今朝もお腹が空いて4時に目が覚めちまって、仕方がないから麓の町まで走って降りて、古の屋の納豆定食と鮭定食を食ったんだけど、峠を駆け上がったらまた腹が減っちまって、結局ペンションで大盛りご飯をまた食ってさ。食うばっかじゃないで。クソのでもむちゃくちゃいいし、心身ともにもう絶好調だ。なあ、俺はもう明日まで待ちきれないぜ。どうだ、ワンセットだけでもやらないか。麓の方に見つけたんだ。なに、ほんの10キロもマラソンすれば到着するさ。仕方ないな。それじゃあ明日に備えてせいぜい走り込むとするか。お前も少しはトレーニングしとけよ。俺は絶好調だ。日々の鍛錬を欠かしたことがないからな。当たり前だ。スポーツの話にこの俺が加わらんでどうする。まあそう固いこと言うなよ。で、お前ブランクを埋めたいのか。それならまず素振りから入れ。太陽を背にし、自らの影でフォームをチェックしながらフォアハンドから始めるといい。で、特に気をつけることは右肘の使い方だ。俺の経験から言うと、ブランクの空いたものは右肘が空きすぎる傾向がある。だからそこに注意してだな。そうか、それは関心だ。じゃあ、悪いが俺は最強を教えに行くから、あとは自分で頑張るようにな。私はもう慣れたから、これくらいなら平気だもんね。
このラブリーなアユちゃんのどこが爬虫類に見えるんだよ。爬虫類に？あんたの考えてることなんてお見通しだよ。ふんだ。ならないようにしっかりと作りますからね。するジョギングってのはまた格別だな。次はダッシュでもするか。そうだ、お前も一緒に走れ。よし、行くぞ。ダッシかしら。彼女がうまくいったら私にも奇跡が起こるかもしれない。ごめんなさい。